サナンの一曲です。大岩もこの親番に全てをかけたい。ドラバトンです。これこそ絶対に弾けない親番ですね、うん、いいじゃないですか。いいですね。ただね、早いテンパイは何度も入ってるんです。多い、そうなんですよね。早いリーチ打ったら全部返り討ちにあってみたいな、ちょっと悲しい展開が続いてますよね。そうなんですよね。あ、でもいい、つながって、うん、今回はそこそこいいリーチになりそうじゃないですか、うん、毎回いいリーチになりそうではあるんですけど ね、 ね、あのね、毎回なんか上がりに結びつかないどころか返り討ちにある展開が続いています。多い、もう吐くでしょう、ね、乱品とか切ってる場合じゃない。はい、もう一回ね、目いっぱいに構えて前進しましょう。ドラはかやまりのところにトン1枚ですね。その他に持ってる人はいません。いや、これは手格好的に大井が大チャンスに見える、はい、というかもう大チャンスつかまないといけませんね、この点数状況。周りもね、ここちょっとね、多いと喧嘩したくないんで、うん、手良くないとあんまり構えられないんですよね。あ、絶対来る親だからってことですね、はい、もう結構守備的な多いでも、もうここだけはもう絶対にガンガン来るの間違いないところなんで、うんうん、小林自身の都の4局の矢場に1万8000点を多いから上がってのトップ目です。かやまりが動いたパワーマンポンからこの多いの親に、そしてドラを切っていく、来ましたよ。しかも平均打点8000点超えてる茅森さんが、これ何ですか。これあの赤馬使えないと1000点、使えても2000点ですね。これすごいですね。ローピン来ますよ。これ3色も見えるじゃないですか。5、6、7、3色まで見えるイーシャン点です。とうとう来そうですね。はい、ね、なんか茅森さんっぽくないな、この仕掛け。なんか中の人変わったんじゃないかと思うぐらいの仕掛けですね。はい、突然小林さんと顔変わったかもしれないみたいな。屋上にいる小林さんと、もうイリュージョンですね、それは。悩ましい。え、これどれがいいんですか。まあ、サーブローワン切ると思うんですけど、はい、ローワンとサーワンはちょっとそれぞれいいとこあって、うん、まあ、でもパワーワンポンされてるからサーワンかな。要はリャングパワーに将来なる可能性とか、いいペコになる可能性とか。なるほど、はい、3万切るといいペコになる可能性、6万を切る と3面茶になる可能性みたいな感じなんですけど、はい、あ、でもそれでもロワンの消えましたね、うんうん、あとはポンされやすさとかはありますかね。なるほど、はい、3万ポンは茅森さんにされるかもしれないけど、ロワンはほぼポンされないんで、いや、多いが多いが来そうで、茅森はこれもう早く上がることが至上命題ですよね。そうですね、うん、相当怖いでしょう。いや、かなり怖いと思います。進み具合どのように読んでいるか。佐藤もここで自敗残してスリミに構えています。かなり守備的に見える。くっつきゃテンポった。チュンとパーピンのシャンポン待ち。これでも闇テンっぽいな。チュン1枚切れ、この1枚のチュン狙いに行きますか。かやもり余ってるじゃないですか。やっぱ喧嘩したくないんですよ、大井さんと。待って、かやもりのチュンがもう、え、かやもりのチュンが危ない。なんか危ないというか、もう一番辛いのは大井です。でもこれ、そう、大井さんがリーチって言ったらチュンじゃない。かやもりさんがチュン来て、ね、ツモ番も与えられずに、わ、そうですね。あ、チュンになった。これはまた展開長引きそうですね。そして大井がテンパイだ。単用ピンフアカリーチをかけて1万2000点以上確定です。サブローピン待ち。これ未来が変わった。全く状況変わりましたね。そしてサブローピン、ね、いますね。これ、え、手半に3枚使われて、あ、もう1枚来た。今度貝森さんちょっと危なくなっちゃったかも。テンパったら切ることありますかね。これ今度3度待ちになりましたね。本当だ、目まぐるしい。ローピン一発もだ。リーチ一発も、単用ピンフアカ裏位置6000オール、一気に復活だ。サスハルですね、これは間違いなく。サスハル出ました、6000オール。いや、大井高春このままでは終わらない。4着回避率1位がまず意地を一つ見せました。ただまだ4番で、ここからもう一撃決めたいところ。